山陽工業公式 TV カガチャンネル、ともともカガチです。はい、ということで今回も社長対談第3弾ということで井上社長に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日の対談は山陽工業で行っている楽しそうなこととか面白そうなこととかっていうのをちょっと深掘りしていきたいなと思います。山陽工業は製造業と製造派遣業を行っている会社ですよね。はい、はい、他の同業他社が行ってないような面白いこととか楽しいこととかをやっているじゃないですか。うん、何ありますかね。野球部。野球部。バイクレース。バイクレース。ヴィッセル神戸とかもですかね。サヨリン。サヨリン。はい。まあ、広報とかも。うん。まあまあそうだよ。はい。ああ、TikTok だ。TikTok。TikTok 現在あの、うん、豊島役の小杉さんが頑張ってるので、うん、ぜひ見てください。うん、とかとか、うん、他の同業他社が行ってないようなことをやっている山陽工業なんですけれども、うん、これってやることになったきっかけって何かあるんですかね。きっかけ、そのほとんどがいろんなことを社長が決めてやり始めたみたいな、いわゆるトップダウンのようなイメージを持たれる方っていうのも多いんですけど、いえそんなことはなくて、そのほとんどがいわゆるトップダウンじゃなくてボトムアップ、はい、誰かがやりたいって言い出してくれた、あ、それ面白そうじゃん、やろうみたいな、うん、野球部もそうですし、バイクレースもそうですし、広報自体もそうですし、サヨリンの着ぐるみもそうでしょ。そうですね。だから誰かのこんなことをしてみたいみたいなところから始まってることがほとんどです。ほとんどですっていうか全てじゃないかな。ヴィッセルだけは昔から本当にヴィッセルが、まあ今でこそね、なんかすごいイニエスタが来て、その前にポドルスキーが来てぐらいからすごいチームになってますけど、もっともっとこう J2 に落ちた時とか、あのローカルやった時から細々とスポンサーはやってるんで、もうすぐ10年みたいなところですけど、それ以外のことっていうのは誰かがやりたいっていう、はい、そんな風に始まってますね。前回の社長対談第2弾でもちょっとこうズバッと突っ込んだ質問させてもらったと思うんですけど、うん、はいはい、今回もちょっと突っ込んだ質問させてもらってもいいですか。はい、太陽工業でそれこそ広報もあるし、うん、野球部もあるし、うん、バイクレースもあるし、うん、もう楽しいこととか面白いことっていうのはたくさんやってると思うんですけど、うん、はいはい、これ中には、うん、そういうのにお金を使わずに、うん、俺の給料に反映してよみたいな意見ってあると思うんですよね。うんうん、それに関してはどう思いますか。当然お金なんで、例えば一人だけの給料を上げようと、はい、じゃあヴィッセル神戸のスポンサーを見て、はい、誰か一人の給料を上げますってめっちゃ上がります。それは、はい、でもそうですね、あの全体の水準を上げようとなった時に、はい、今やってること全部やめても、はい、どれぐらい上がるっていうと1ヶ月あたり数百円の部分、まあ、金額で言うとね、はい、あのそれぐらいで、はい、あのここはもう会社の考え方の違いで、はい、なんだろう、そういうことを一切せずに全部給与に還元してるか、還元してる会社があるかって、まああるかもしれないです。はい、ただ、山陽工業っていう会社の考え方っていうのは、要は楽しいこととか面白いことをやってる。うん、じゃあ何のためにやってるのっていうと、これ仲間を増やすためなんです。はい、じゃあなんで仲間を増やすのって、はい、仲間を増やす。要は規模を拡大していくっていうことは、はい、会社にとってはすごくいいこと。例えば HR 事業にとってはすごいリスクヘッジに。なっていきますし、当然売上も利益もそんだけ上がっていくと、うんうん、売上と利益が上がっていくっていうことは最終的に使えるお金が増えてくるんで、はい、じゃ あ, あのそこで働く人たちの給与の水準も上げることができるよねっていう、うんうん、だ結果的に楽しいこと面白いことをすることが、はい、一人一人の給与の水準を上げるっていうことにつながる、はい、から、うんうんうん、そういうことをやってる、うんうん、じゃもしそう聞かれたらそういうふうに答えるかな、うんうん、楽しいこととか面白いこととかをやらずに給与に還元しても本当数百円とかしか上がんないけども、うん、面白いこと楽しいことやり続けると、うん、
こう会社も大きくなって、全体的にこう、企業だけじゃなくて、福利厚生とか、他の社員がこう恩恵を受ける部分みたいなところも充実させていける可能性があるということですね。当然その給与をないがしろにしてるわけじゃなくて、はい、今のうちの例えば HR にしても、それ以外にしても、給与水準、これ相対的、はい、要はどっかと比べて高いとか低いとかじゃなくて、今、産業工業の売上と利益っていうところから見ると、今の現状ではこれ数字見ていくと、もう適正な水準だと思ってますし、うん、はい、まあ給料を上げるってよく話題になったりすることではありますけど、うん、要は給料を上げて、入社して1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、まあ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月で給料を上げたいって、まあ思ってるんであれば、じゃあ進むべき道っていうのはすごいシンプルですよね。どうします？それはまず主任になりますね。そう、主任になればいいんです、はい、そうするとバンって上がる、数万円単位で上がるんで、はい、そこっていうのをまず目指しましょう、はい、ただこれも一つ今検討して改善しようとしてるのが、うん、一般と主任でまあまあね差がある、うんうんうん、やるべきことも差がある、はい、でこの差をもうちょっと細分化しようと。入社の時は一般1ですと、まあ例えばですね、はい、それがこういうことができたら一般2になります、はい、一般3になります、一般4になります、一般5になる、一般5になると主任1への挑戦権が得られますみたいな細分化していく仕組みを今検討してるんで、そこは今後我々がやろうとしてることですけど、そういうところをより分かりやすく具体的にここに行けばこうなるっていう仕組みを作ろうとして、今話してくださったことがいわば楽しそうなこととか面白そうなことをやってる理由ってことですよね、うん、いわばそう、当然だから仲間を増やすためにやってるよ。でも仲間を増やすために会社として最大限給与設定をして1円でも多くの給与を払うよっていうのは当然ですから、はい、だからでもこう仲間を増やすためにやってることって考えてもらったらいいかなと思いますね、はい、では今回も前回同様、うん、さらに分かりやすく視聴者の皆様に届けるために、うん、今日の対談の内容を3行で、はい、書いていただきたい。はい、また4行ですね、大丈夫です5行です。ちょっと字のちょっと字が大きすぎました、すいませんなんで楽しいこと面白いことをやってるのかっていうところ、楽しいこと面白いことをやることによって仲間を増やしていきます。その結果会社がもっと強くなっていって、より高いレベル、給与設定、福利厚生、より高いレベルの環境を作ることができる。うん、だから、楽しいこと、面白いことをやってます。はい。ということですね。はい。わかりやすかったですよね。ということで、今回は、なぜ産業工業が楽しいこと、面白いことをやっているのかというところを、こうズバッと社長に質問をさせていただいて、産業にまとめました。社長との対談、今後も第4弾、第5弾と続けていきたいと思います。今日の対談について社長に聞きたいこととか、これに関してはどうなのとかっていう質問があれば、コメント欄にどしどしと寄せてもらえたらなと思いますので、ぜひコメント欄もチェックしてください。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。みんなは、マンツーねー。